というわけで皆さんこんにちは、こんばんは、高山です。前回ね、直径6センチの超小型 PC のレビューをしたんですが、動画を投稿した直後にね、 GMK さんからもっとすごいのが発売されまして、今回はこちらを比較レビューしたいと思います。ちなみにスペックはこちらです。名前は NACBOX と言います。5月23日から日本の Amazon で販売しています。前回の LARKBOX と比較すると、メモリが 8GB という点と、ストレージが 128GB の SSD という点が違います。それでは早速レビュー行ってみましょう。まずは開封して中身を確認します。中身は本体と説明書、 AC アダプタと非常にシンプルな構成でした。 LARKBOX PRO には付属していたベサマウントが付属していないってことと、 HDMI ケーブルが入っていない点が少し気になったポイントですね。本体はこんな感じで LARKBOX PRO と非常によく似ています。 USB 3.0 の搭載や出力端子、イヤホンと SD カードの搭載位置も全く同じです。基板について少し調べてみたところ、ベース部分は全く同じものが使われているようです。裏側はLARKBOX と同じようなマウントを取り付けるネジ穴っぽいのが確認できますが、付属品に何も付いていなかったので、そのままでは使えないみたいです。もちろんLARKBOX のネジともサイズが違うので互換性はありません。ホームセンターで適合するネジを探してきて無理やり引っ掛けられるようにすれば使えなくもなさそうですけどね。なお、ゴム足の滑り止めを外すとネジが出現して SSD へアクセスすることができます。 NACBOX は LARKBOX PRO と違って eMMC が搭載されておらず、 SSD があらかじめ取り付けられています。一応概要欄にメーカーと型番を書いておきます。ちなみに LARKBOX PRO と見た目を比較するとこんな感じです。 LARKBOX PRO はプラスチック固体ですが、 NACBOX は金属固体ですので、見た目にちょっとだけ高級感を感じます。またベースの基板が同じということもあり、電源ボタンや端子類の位置も一致しています。サイズは実測で横幅が約 0.5 ミリ広く、高さが約1ミリ低いですが、ほぼ同じサイズ感です。重さだけ NACBOX の方が 15g ほど重いです。金属固体なんでこれは仕方ないですね。そんなにシビアになるほどの違いはないので、ほぼ同じと思ってもらっていいでしょう。あとね、排熱の仕組みが少し違います。 LARKBOX PRO は全面排気だったのに対して、 NACBOX は背面排気になっています。上から見るとこんな感じで逆さまに配置されている感じです。こっちの方が一般的な PC っぽい構造かもしれません。発熱に関してはベンチマークの項目で調べます。はい、では外装のレビューは一旦ここまでにして、実際に起動してみましょう。起動も LARKBOX PRO と変わりなく非常にスムーズです。システムも初めから日本語が選択できるので、セットアップも特に苦労するポイントはなく一瞬で終わりました。バンドルされているソフトウェアも完全にゼロで、この点も LARKBOX PRO と同じですね。非常に好感が持てます。というわけで一通り初期設定や確認も終わったので、起動速度を測ってみましょう。電源を入れてからログイン画面が表示されるまでまさかの10秒、快適にブラウジングができるようになるまでが約25秒といったところでした。 LARKBOX PRO の2倍くらい早いのでちょっとビビっています。というか僕のメイン PC より早いです。これマジで快適ですね。ブラウジングや YouTube も普通に見れます。フル HD 画質の動画の視聴中でも CPU 使用率は 20% から 40% ぐらいだったので、結構余裕があります。メモリも 8GB あるので余裕がありますね。次はベンチマークを比較してみます。まずはいつものパスマークパフォーマンステストからいきましょう。結果はこんな感じです。そして以前テストした LARKBOX PRO の評価はこれです。少しはベンチマークスコアが良くなるかなと思ったのですが、あんまり変わらないですね。 CPU や GPU は同じなので仕方ないですが、メモリのスコアなども微妙な感じですね。ストレージは SSD のおかげでかなり高速化されています。これが起動速度の爆速化に貢献しているかもしれません。でね、メモリの評価が気になったので追加でメモリ帯域のテストをしましたが、 LARKBOX PRO より1割ほど遅かったです。容量は 2GB 多いけど速度はちょっと遅いって感じですかね。なんかね、 BIOS 表記ではメモリが4つ認識されているんですよ。これは LARKBOX PRO も同じです。一部の海外レビューなどでは NACBOX がシングル動作で LARKBOX がデュアル動作だと報告があるので、そのあたりで差が出ているのかもしれません。あと
とね、前回の動画のコメントでシネベンチのスコアが見たいですっていうのがあったので、こちらも測ってみました。これです。まあ普通に高くはないですね。よかったら参考にしてみてください。では SSD の速度を改めてクリスタルディスクマークで計測します。結果はこんな感じでした。ちなみにラークボックスプロの EMMC はこんな感じです。圧倒的というか、かなりスコアに差が出ていますよね。ストレージの速度は起動やレスポンスに直結するので、ここが速いのはかなりポイント高いです。実際触っていても起動時のレスポンスにはかなり差を感じます。はい、では続いてゲームのベンチマークをサクッと報告します。まずはおなじみのドラクエ10です。結果はこんな感じでした。ラークボックスプロはこれです。なんかね、 10% ぐらいスコアが低いんですよね。先ほどの CPU のスコアもわずかに低かったので、もしかしたら内部温度が上がりすぎていたりとか、性能が抑えられているのかもしれません。後で検証します。あとね、これまた前回のコメントで DMM の馬娘を起動してみてほしいとご意見をいただきましたので、軽くやってみました。 CPU 使用率には余裕があって問題なさそうですが、 3D 処理時に GPU が常に 100% に張り付いていて、まあまあカクカクしているので綺麗な映像は楽しめません。ウィニングライブもね、カクカクです。育成中もライブよりはマシですが、レスポンスは悪いので楽しく遊ぶのは難しそうです。そしてビデオ関連の報告として、 YouTube の 4K 再生も可能でしたが、やっぱりラークボックスの方が若干軽かった気がしました。一応ね、前回コメントでもらった 1.5 倍速再生も試してみたんですが、ちょっときついかなって感じの印象を受けました。まあ結構カクついてもいいなら使用不可ではありませんけどね。 Amazon の商品名にね、 4K とデカデカと書いていますが、実使用はフル HD までって感じですね。さて、ここまで内部処理のレビューをしてきましたが、騒音と発熱についても報告しておこうと思います。まず騒音はラークボックスプロとほとんど変わらないです。ただラークボックスは常時ファンが回っていたのに対して、ナックボックスは低負荷時に停止するので、若干ナックボックスの方が気になるかなと、そんな印象を受けました。発熱に関しては機体が金属ということもあって、ナックボックスの方が触れると熱いです。本体全体で放熱していると考えれば、ラークボックスプロよりは熱を逃がしやすい構造かもしれません。そんな大きく性能に差が出るほどではないですけどね。内部センサーの温度表示ではベンチ中で60度ぐらいで、一瞬70度いく時があるぐらいでした。まあ普通ですね。ラークボックスプロはこれより10度ぐらい高かったので、金属固体で排熱がうまくいっているのか、あるいは若干性能が抑えられている可能性がありそうです。あと電力関係の話で AC アダプタに関してですが、アダプタは両者非常によく似ていて、 12V 2A の危ない出力なことも同じでした。相変わらず PD 対応していないので、取り扱いには本当に注意してください。これも基板が同じだから変えられないんでしょうね。はい、というわけでナックボックスの比較とレビューだったんですが、正直レビュー前の期待度が高かっただけに少し残念な結果となりました。一応ね、ラークボックスプロと比べて良かったところと悪かったところをまとめました。こちらです。まずね、メモリが 8GB で余裕があるっていうのと、 SSD 搭載で起動速度やレスポンスがかなりいいです。これは完全にメリットですね。あと金属固体で全体的に見た目がかっこいいです。見栄えを重視するならナックボックスでしょう。デメリットとしてはベサマウントができないことと、すでに SSD を積んでいるということもあって増設ができないということです。これもある意味デメリットになるでしょう。僕個人の意見としてはベサが使えないのが痛いポイントですね。あとね、 Amazon の商品ページでは Bluetooth 5.1 って書いてあったり 4.2 って書いてあったり、どっちやねんってなったんですが、内部バージョンを調べると LMP9 なんで、多分 5.0 なんですよね。どっちでもないんかいっていうね、ちょっとスペックが怪しいです。まあ総合的に判断すると、初期装備ならナックボックスの方がごくわずかにいいかなって感じです。後の SSD 増設を踏まえると、 OS を引っ越してラークボックスを使う方が汎用性は高いし、1割ぐらいゲームスコアも上がるのでおすすめです。増設前提でスコア重視ならラークボックス、メモリ容量と見た目を重視するならナックボックスって感じでしょうか。その辺は好みでね、選べばいいと思います。価格やスペック詳細は概要欄に載せておくので、また確認してみてください。あとね、前回このミニ PC の使用用途をね、考えていたんですが、コメントでね、たくさんアイデアを送っていただきました。ちょっとね、ここで紹介しようと思います。こんな感じです。
小型サーバー用途とかお店のサイネージっていうアイデアは結構多かったです。これは実際にかなり実用性ありそうですよね。またエミュレーターを使って PSP とか Nintendo 64とかゲームボーイのソフトを動かせるマルチゲーム機にするってアイデアがなかなかいいなと思いました。まあ実際に動作検証の動画とか作ると全部モザイクかけないとダメになっちゃうんで、僕ができないのは残念ですけどね。はい、こんな感じでいろいろなアイデアを送っていただきました。コメント本当にありがとうございました。めっちゃ参考になりました。またね、面白いものが作れたら動画でね報告しようと思います。こんなの作ったよとか、こうやって使ってるよとか、これ作ってよとかあったらね、コメントやツイッターなどで引き続き教えてくれると嬉しいです。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。それでは良き PC ライフを。またお会いしましょう。バイバイ。